皆さんこんにちは。こんにちは、レッドイングジャパンマーケティングマネージャーの阿部です。はい、レッドイングジャパンリテールマネージャーの川口です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、健太さん。はい、はい、あの前回シュブーツやらせていただいたんですけども、はい、今回はリペアの回、はい、になります。さっきなんか自分のこうブーツとかいろいろこう見たときにどうです、ソールの減り具合だったりとか。いや、一部あれそろそろですよね、そろそろかなっていうのありましたね、はい、僕もありました、うん、はい。で今日は、ちょっと改めて、うん、あのリペアのご紹介を、させていただきたいなというふうに思っております。はい、で実は、まあ、ありがたいことに LINE からの、うん、あのリペアがすごく最近増えているんですけども、まだまだLINE からリペアの申し込みってどういう風にやるんですかとか、なんかそういったご相談も多いということだったので、今日ちょっとこの YouTube を通じて LINE からのご紹介の仕方だったりとか、あと他にも、まあ、直営店、まあ、卸先さんだったり、まあ、その辺をご紹介していただければなという風に思います。はい、はい、でまあ、早速LINE の、リペアのご相談の方法なんですけども、多分きっと今この辺でこう画面のそれが出てると思うんですけども、リッチメニューっていうところから、リペアのところが、ページがございまして、そこをタップして進んでいただくと、なんともうすぐご相談させていただけるページに移っていくんですね。すごくもうご自宅でそのままもう携帯一つで進めていける、そういうやり方がありますので、ぜひ一度 LINE のお友達登録している方も、まだこれから登録されてなくて登録する方も、一度そのメニューをですね改めて見ていただくと、すぐこう Q&A とかもあるので、非常にこう分かりやすい内容になっているので、そこを見ていただければなというふうに思います。はい、まあ、もちろん LINE だけじゃないんですよね、ケットさん。そうですね、はい、本当 LINE でそのリペアのご相談できるとかって、はい、本当すごい便利な世の中になったんですけど、はい、まあとはいえ直営店の方も、はい、修理のご相談であったりとか、当然持ち込みの受付をさせていただいている窓口になってますので、はい、まだここってまだ直さなくてもいいのかなとか、はいはいはい、細かいところとかは、はい、判断しにくいななんていう時は、ぜひ直営店にお持ちいただいて、そうですね、弊社スタッフにご相談いただければなと思います、ね、はいはい、あともちろん卸先様でも修理についてすごくこう詳しい方々もたくさんいらっしゃるので、ぜひなんかお近くでレッドウィングをこう取り扱ってくださってるショップさんにもご相談してみてもいいのかなというふうに思います。はい、でまあリペアなんですけども、健太さん出したことってあります？あります、あります。私物でダメなの？いや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 、どうぞ。いや僕はもうここにね、こうほらこうあれぐらいなんで、うん、8164とかもう2回ぐらい、はい、あ2回すいません、2回ぐらい変えさせていただいてるので、はい、でも、はい、すいません、ありますよ。あすいません、さすが大先輩。はい、はい、やっぱなんかソール張り替えして、はい、ね、戻ってきた時の喜びってなんか新品買った時とまた違う種類の、それ僕が言いたかったことなんで。あ、そうなの、ごめんなさい。はい、いや、ね、実はですね、僕も昨年初めて修理に出しまして、で、まあ、僕今実は、マーケティングの担当でもあるんですけども、リペアも一部僕が担当させていただいてるっていうか、まあ、所属させてもらってる部署なんですけども、自分がやっぱり出したことないっていうのも、そこに所属してる上ですごく、まあ、分からないことがいっぱいあるので、自分のブーツでそれをちょっと経験してみたんですよ。そしたらですね、まあ、もちろん、まあ、私ブーツのもご紹介した通り、あれだけの、買い物だったりとか、自分が欲しかったものが手に入った気持ちだったりとかっていうのはもちろん嬉しいですし、それをこう履いていってこうエイジングが進んでいく過程とかっていうのもすごくこういろいろ思う気持ちはあるんですけど、自分が履いてたブーツがまたなんかこう蘇って戻ってくるじゃないですけど、なんか自分の手元に帰ってきた時、出した時ちょっと寂しかったんですよ。僕は自宅にこう置いておきたくて、
自分の棚からこう取り出すのとかもすごく好きなんで並べておきたいっていうのはあるんですけど、出して戻ってきた時の感動ってもうすっごくて、なのでなんかぜひちょっとこう履くのがもうちょっとこうソールもすり減ってきたなとか、ちょっとこう破けてきたというかダメージすごくこうかかってきたなとかっていうのってちょっと出すのもしかしたら抵抗ある方もいらっしゃるかもしれないんですけども、すごいこう出してよかったってこう思ってもらえるようなリペアだったりとかそういうケアを提供したいなっていうふうに思ってるので、ぜひお気軽に相談していただきたいなというふうに思ってます。そうですね、まあ、はい、離れ離れになるのは本当に寂しくてギリギリまで履いちゃうんですよ。そうなんですよ、はいはい、なんですけど一回長期出張行ってもらえれば店長さんじゃないんですから、はい、必ず戻ってきますので、はい、バージョンアップしてというか。そうですね、いや、はい、僕は本当に寂しかったんですけど戻ってきた時より愛おしく戻ってきてくれたというか、しかもかっこよくなって帰ってきてくれたので、多分健太さんのように出張で行ってよりたくましく戻ってくるみたいな感じになったのかなっていうふうに思ってます。そこでなんか初めてレッドイング全てを体感してもらえるのかもしれないですよね。そうです ね一回リペアで戻ってきて、はい、またフィッティングを再開する、うん、その方がやっぱり物持ちももちろん良くなりますし、うん、あとはもう何よりずっと履けるっていう、もうそこもう物持ちもうんぬんですけどやっぱりずっと履けるっていう、もうそこだと思います。はい、ということでちょっとまあ2人でこれ話しててもあれなので、今日はリペアの担当呼んでますので、はい、ちょっとここからはうちのリペアの担当にちょっとバトンタッチをしたいなと思うんですけど、はい、ケトさんちょっといいですか。何が変わってもらっても、あ、俺履ければいい、はい、わかりました。じゃあ、はい、履けさせていただきます。はい、すいません、はい、はい、失礼します。はい、ではちょっとリペア の担当者に来ていただいたんですけども、まあ、僕ね今さっきまで健太さんと一緒にいた時に、はい、実はリペアも担当してるってちょっとこう言っちゃったんですけど、はい、実は実務的なことは僕は一切やってなくて、もうメインで担当してくれている、二郎さんになります。はい、よろしくお願いします。1年半ぶりぐらいの YouTube ですよ ね、はい、二郎さんは、はい、なので、今日はせっかく二郎さんに来てもらっているので、ちょっとリペアのお話を二郎さんの方からしていただきたいなというふうに思います。はい、はい、レッドイングジャパンでは、アメリカ本国で行われているリペアサービスと、まあ、同様のリペアをそうですね行うようにしてます、はい、基本的には、はい、ただ中にはその阿部さんが先ほど言ってもらった1年半前、はい、で皆さんにお伝えしたようにベックマンのこういうハンバリのリペアですとか、はい、何度もお伝えしてると思うんですけど、こういうオールソールではなくて下の部分のアウトソールだけの交換ですとか、はい、まあ、日本のユーザーさんにすごく寄り添ったリペアの内容っていうのも、うん、同時にやっていってるかなっていうところですね。そうですね、はい、まあ、そのあたり の、まあ、詳しいメニューとかも、はい、今回の YouTube では概要欄にも、はい、載せるようにしてるので、ぜひちょっとそちらの方も合わせて確認していただきたいなと思います。お願いします。はい、あと他に何かこうありますか、ジロさんの方で。そうですね、あとは結構去年からすごく多くなってきてるのが、うん、やっぱり基本的にはこういったパーツの交換っていうのが、はい、僕らのリペアの一番何でしょうメイン、はい、基本的にはこうシューレースだったり何だったり交換っていうのがメインなんですけど、うん、例えばこういう靴とかのようにこう交換できない部分、はい、この上が擦れちゃったとか、はい、中側が擦れちゃったっていう部分の修理の依頼も多くて、うん、最近はそういった革当てですとかリペアのインスタとかでもすごくこう、そうですね、はい、紹介してますよね、はい、ぜひちょっとそちらも見ていただくと、はい、どういった、まあ、今説明した内容のどういった修理を実際に行っているのかな、ビフォーアフターとかも、はい、リペアのアカウントを通じて発信させていただいているのと、はい、あと多分今ここからこう写真がいろいろこう出ます、はい、家庭とかも写真でいろいろ多分今こう出ると思うので、はい、なんかそういうのを見ていただくとよりリペアをこう身近に感じていただけるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、はい、あとはね、二郎さんの方でこういろいろとリペアできることいっぱいあると思うんですけど、はい、まあ、
実際にこう修理している人が動画に出てお話しすることってなかなかないじゃないですか。確かにそうですね。僕の場合は直接健太さんとか阿部さんみたいなお客さんとっていう機会も今のところそんなにないので、なのでまあせっかくなので、まあどういう時になんかリペアをこう意識してくれたらいいのか、まあ、時期的なお話とかもいろいろあると思うんですけど、はい、なんかよかったら一言アドバイス的なのがあると。そうですね、やっぱりなんかリペアの出すタイミングってなんか迷います。そうですよね、なんでそういう意味ではないじゃないんですよね。なるほど、ないんだ。ないって言っちゃったらおかしいんですけど、はいはい、なんかやっぱ思った時みたいな時ですかね、はい、シューケアもリペアもなんかいつがいい、夏がいいとか、履かない時がいいとか、履かない時になっちゃうとこの忘れちゃうんで、はい、なるほど、はい、ちなみにこうアウトソール交換とかだったら納期はどのぐらいで、今のところですとちょっと今ちょうど繁忙期にはなってるんですけど、はい、まあ、1ヶ月半前後ではちょっと早めに前倒しになったりとか。あ、なるほど、はい、じゃあ例えば今このシーズン、ブーツのシーズンをある程度履いたら、例えばまあ4月5月ぐらいにソールの状況を確認して、そうですね、ちょっとこう出してみたりとか、はい、もしくはちょっと早めに、うんうんうん、まあソールの状況次第では、相談してもいいのかなっていうことってことですね。そうですね、やっぱりこうローテーションで履かれてる方とかは一足ちょっと試しに出してみる、はい、実際これ二郎さんに僕やってもらいましたけど、はい、僕が高校生の時なんで、もう本当に15年ぐらい、はい、結構前ですね。そうなんですよ、やっぱりこの感動はぜひ本当にこう愛着持って履いた人なら多分みんな同じような感動があると思うので、なんか僕預かった時、はい、結構紐ゆるゆる、いやそういうのはちょっと今、はい、大丈夫なんで、あ、そうですね、はい、なんか最後一言もしあれば。あ、いいですか、はい、先ほどいろいろ説明したんですけども、まあ、交換できるものに関してはなるべく純正バランスっていうのを僕らはすごい意識して、アメリカで出したのと同じようなクオリティっていうのをすごく一生懸命頑張ってるんですけど、はい、それ以外の、交換はできないけどなんとか直したいっていうのもなるべく純正の雰囲気を崩さずにやるっていうのをちょっと目標にやってますので、はい、こんなの直せるのかなっていうのも諦めずに一度ご相談していただければなと思います、うん、はい、はい、じゃあ二郎さん今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございました。はいはい、はい、健太さんに戻ってきてもらいました。はい、戻ってきました。はい、はい、今日二郎さんどうでした？緊張してましたね。もう何回撮り直したそうですね、はいはい、ちょっとかっこいい写真がいろいろ出た後のギャップはすごいと思うんですけど、はいはいはい、いやどうですか健太さん。いや今回その私ブーツで、はい、自分のブーツまた見直す機会があったじゃないですか、うん、で、あれぼちぼちこれアウトソール交換した方が良さそうだなっていうのも気づけたんで、うん、確かに。しかし健太さんだいぶこれ偏ったすり減り方してますね。ちょっとね大きいんですよねこれ。ああなるほど、ちょっとサイズが合ってないんですかね。なんか弱み握ったみたいな。いや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 、全然違うから。そうですね、次回以降のポイントというか健太さんに言えるポイントそうですね、はい、僕も、まあ、一番なんか減ってきてるんで、まあやっぱ夏場の方が空いてるんで、その修理の、ああそうですね、はい、さっき二郎さんの方もね、はい、繁忙期とかって言ってましたけど、うん、まあ、うちのお店お問い合わせいただくと、まあ意外と夏場出していただいた方がいいかもしれませんなんて話はよくさせてはもらってるんですけど、うん、なるほどなるほど、まあ、緊急性がある場合はね早く出した方がいいと思いますし、はい、逆にそこの、まあ、さっきね、うちの二郎さんも言ってましたけど、やっぱり出したい時に出すってのが、そうですね、はいはい、一番いいですね。はい、なんかこれを機に本当にもう私ブーツ所有していただいている方の私ブーツを見ていただくのと、うん、あとこれからレッドウィング検討してくださる方はこういったリペアの面だったりとかそういったサービスとかもしっかりとご提供させていただいてますので、ぜひ本当に長く履ける一足っていうのをなんかこう知っていただければなと。そうですね、いろんな、本当いろんな角度で寄り添って可能な限り、はい、持続できるように、はい、バックアップさせていただいてますので、はいはい、
ぜひあのご検討のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあといつもの恒例の、はい、今日も僕お願いします。はい、かしこまりました。はい、まあ、この動画が良かった方はぜひグッドボタンと、はい、あとチャンネル登録忘れないように登録していただいて、はい、あとは、まあ、今日散々お話しさせていただいた LINE のお友達登録もですね、本当にリペアもそうですけども、入荷情報のお知らせだったりとかそういった情報もクイックに配信させていただいておりますので、ぜひともお友達登録の方もよろしくお願いいたします。はい、じゃあケンタさん何かありますか。またなんかコメントを見たいですね。あ、修理出した時の僕の感動系とか、はい、戻ってきた時の感動系やら、ね、なんか長くなっちゃうんだよな僕もこれは。なんかまたそのリペアにまつわるはい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 、はい、エピソードをコメントで入れていただけると、はい、確かになんか僕も気になりますね。それもユーザーの方も違う方のコメントも見てまた勉強してたりとか、あ、そうですね、はい、共感していただいたりとかっていうところにもなってるので、へーってなるのが深い、うん、そういうのがありますもんね。はい、ぜひコメントも、そうですね、はいはい、ぜひよろしくお願いします。楽しみにしています。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。